東京アートディレクターズクラブは1952年に結成されたアートディレクターを会員とする東京都千代田区にある団体。会長は細谷岩尾。ADC 展、ADC 賞を開催し ADC 年間を編集する。略称東京 ADC。1951年に発足した ABC 懇談会を前進とする。当初対立関係にあった。 日本宣伝美術会会員が1950年代末に合流し、会の名前も東京アドアートディレクターズクラブから東京アートディレクターズクラブに改められた。会員数は80名で、新規入会は既存会員の投票と委員の合議で審査される。深川英雄広告クリエイティブの水崎案内人。 新井聖一郎電通報 2014.0406ABCD About ADC 2014年1月19日 ADC 年間2013観光記念長井広明、池沢樹、富田光広トークショー2013年12月16日美術 出版社 h t t p i t n d l g o j p a u t h n t l n a ュ0 0 3 0 5 7 2 0小宮山恵美みサブロー、いよやすひろ。広告の理論的展開の奇跡新聞学評論。106から119。1990年4月30日。歌詞またアートディレクターの社会学的研究。 職業理念としての広告クリエイティブをめぐる考察。平成21年度、吉田秀夫記念事業財団女性研究集、合香薫アートディレクトンと新しき大き時代の広告読売 AD リポートを上2007.12。ありがとうございます。